This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail—from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. この時間はズームアップ、毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授で、エコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おは,ますおはようございます。よろしくお願いお願い,いたします。はい、さて、今日はどんなテーマでしょうか。 今日はちょっとインドについてなんですけれども、<う>あの田中瑞希さんのご専門分野かどうかわかりませんけれども、こ <laughs> の日明治大学の飯田先生が話しておられたんですけれども、はい、あの日本の名目 GDP が昨年、ドイツに追い越されて、はい、3位から4位にワンランクダウンしたっていう。う で、まあこれ日本の弱体化っていうのは円安が影響しているので、うん、まあ大して悲観することもないんですけど、はい、まあ日本対ドイツっていうのが <laughs>、ええ、こう年度末の乾燥迎会の宴会ネタになるんじゃないかっていう予感がしてるんですけれども、どっちが3位でどっちが4位だっていう間にですね、ええええ、実は IMF 国際通貨基金の予想では、2>, ええ、2年後に 日本とドイツをまとめてインドが追い越して<え>世界第3位の経済大国になるらしいんですよねは<ー>、うん。で、インドっていうのはおとどしですけれども、あの旧宗主国はイギリスですけれども、はい、イギリスを追い越して、今は、うん、あの世界第5位の経済大国で、日本のすぐ下にインドいるんですよ。 でそのインドっていうのは、昨年、人口規模で中国を追い越したばかりっていうことで、いよいよ経済面でも世界のビッグ3に入ってくるっていうことになるので、果たして九州とインドの関係はどうなっているのかっていうことです、はい、あの一般的にあの九州のアジア度っていうので。あの 九州がどれだけアジア、全国よりもアジアに近いかっていうのをいろんな角度から測っていく指標がありますけれども、はいえー、今日はあの九州のインド度について。<laughs> インド土言葉で聞くとなんか不思議じゃいですけインド度ですね。えー、インド土。いろんな角度。まずあの貿易面からですけれども、はいえー あの、全国の輸出総額に占めるインドの割合って2%なんですよ<ー>で。輸入総額に占めるインドの割合って1%なんですね、えーで。九州はどうかっていうと、輸出に占めるインドの割合はやっぱり2%。ー 2> 輸入に占めるインドの割合は1%。1> あじゃあ、全国ベースと同じぐらい。ら一緒なんですよね。で、全国にとっても九州にとっても、 かなりの貿易黒字をもたらしてくれているお得意先と<ー>いうことになります。はい。で、輸出品目はどんなもんかっていうと、あの、全国と九州で若干異なるんですけれども、えー、あの、全国は自動車部品っていうのが結構多くなっています。は,はい。これやっぱりあの、インドで5割以上のシェアを持つ自動車メーカー、スズキですね。はぁ<ー>。この影響が大きいだろうと思います。 うん、それに対して九州からの輸出っていうのは鉄鋼とか銅に代表されるような非鉄金属、うん、あるいは有機化合物っていうのが多くて、<ー>あの日本製鉄だとか、あの、 大分市の佐賀の関に銅の精錬所がありますけれども、はい、そこからの輸出だとか、北九州市にあの化学メーカーがあの立地していますので、そこからの輸出が多くて、やっぱりインドでのものづくりになるベースになる素材ですね。これが九州からは主に輸出されています。まあ、港で言えば、文字港とか、戸端港とか、大分港。 いいいううとところが、はい、あの輸出口になっているという状況ですね、うん、でインバウンド面ではどうなんだろうって、あの入国外,外客数なんですけれども、はいあの、昨年1年間のインバウンドっていうのは、2500万人、うん、全国でですね、えーうん、そのうちインドのインバウンドって13万6000人。 うん、えーと全体の、まあ、1%にも満たないんですけれども、一昨年に比べると、はい、あの倍増してるんですよね,<ー>ねで。昨年1年間のインバウンド1位は韓国、2位台湾、3位中国、4位アメリカなんですけれども、えー インドの順位は17位っていうふうになっています。ああ、まだ下のです、ね。じゃあ、うん、九州各県へのインバウンドについてどうなのかっていうのを見てみるとですね、昨年のデータがまだまとまっていないので、一昨年の結果なんですけれども、はい 九州7県とも、あの、インドからのインバウンド客っていうのは国地域別で、やっぱりベスト10には入っていないんですが、うん、7県とも10位台中盤から後半にかけてで、ま決して低くないんですよね。大分県は、あの、インドからのインバウンドが14位。鹿児島県がインドからが19位。 っていう具合で、まあ、大分県がちょっと高くなっているのは、これアジア太平洋大学への留学生の影響だろうとですね。まあ、人口規模と経済成長を考えれば、いつインバウンド上位、10位以内に入ってきてもおかしくないので、巨大なマーケットですから、今から準備が必要なんじゃないかと思います。あと、あの、九州企業のインドへの進出状況、 っていうのをちょっと調べてみたんですが、合弁会社を設立したり、M&A で進出した場合なんていうのはあの、会社名が向こうの社名になっていて、資本が入っているっていうことで、表にこう出てこない部分も結構あるんですけれども、例えばあの、国際物流を得意とする西日本鉄道、<う>こちらはあの、うん、物流拠点を置いてますし、ええ、あと、東都 安川電機っていったところはもう衛星機器だとかロボット関連製品の,あの製造拠点と販売拠点を置いています。はあ、これ、いずれもですね、ええ、あの2000年代に入ってからですね、ええ、やっぱり1990年代というのはまだインドっていうのはちょっと出ていくにはねっていうような感じがあったんだろうと思いますでもですね公衆トイレなどでと、ええ、うとうのミルが使われてました。 あ<で>あ、相当<ー>なんだって思いましたもん<ー>。14億人の方々が毎日見るっていうふうになったら大変な <laughs> ブランドイメージになっていきますね。んですね。マーケットですよね。特にあのインドへの進出でかつて大きな話題になったのが2011年にリ輪とあの黒崎ハリマのインド進出です。<ー>あの当時は1ドル 80円を超える極端な円高状況で、輸出産業が頭叩かれていた時なんですけど、強い円を背景として、前輪はあのインドの地図制作会社を買収して、今では GPS の車両位置情報サービスを提供してたりとかですね、黒崎播磨は対価物、 レンガですね。はい。の製造工場、自分でこう出ていくのはもうコストがかかってしょうがないので、もう、いっそのことその工場を買収しちゃおうっていうことで、インドに足場を築いていったっていうことですね。単独でゼロから14億人市場に参入するのは厳しいでしょうから、まあ、前輪の場合も14億人の住宅地図今から作れって言われてもですね、だったらもう M&A で参入した方がよっぽどいい。なるほど。あとあのー、 自治体のインド戦略なんですけど、はい、これ全国的に見ると静岡県とか愛知県とか大阪府っていうのは、うん、ニューデリーだとかバンガロール、バンガロール私も一回行ったことあるんですけど、ええ、えそういったところにあの日本企業がインドに進出するのをサポートする事務所を置いています。<ー>じゃあ、九州7県の自治体ではどうかっていうことなんですけれども、ええ え一箇所だけです。<お>福岡県<う>、えー。福岡県は2007年に、ええ、あの、首都のニューデリーを含むその周辺の大都市圏 これデリー・ジュン州、ジュンズル州っていうんですけれども、<ー>福岡市に対して福岡県があるような感じで、<ー>ニューデリーに対してデリー・ジュン州っていうのがあるんですけれども、そこと友好関係を結んでいて、今はあの文化交流にとどまっているんですけど、まあ今後の経済交流の、あの産業交流の足場になるのかっていうのがまあ注目されているところです。 ま、こう、ずっと見てくるとですね、やっぱり九州のインド度って、まあ、まだちょっと低いんじゃないかなっていう感じなんですよね。そうん、ね。カレー屋さんはよく見ますけどね。でも結構、ネパールの、まあの、インド度っていうのも、まあまね、あれも和食じゃないかっていう話があなるほど、なるほど。あの、九州の大きな特徴としてアジア度の高さっていうのが従来上げられてきたんですけど、そこでいうアジアっていうのは、ええ やっぱり韓国、台湾、香港、シンガポール、プラス巨大な中国っていうので、アジア度の高さっていうのが言われてきたんですけれども、これからはそれら以外に、やっぱり ASEAN10 アアカ国だとか、この巨大な市場を持っているインドですよね。そこも含めたところでの物流とか人流を活発化していって、どっか一つの大国依存、 だと、サプライチェーンが寸断した時に大変だぞっていうこともあるので、リスクヘッジを取っておきたいなっていう気がします。わかりました。鳥丸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。した長崎県立大学教授の鳥丸悟さんでした。リンクの海月ラナと、大空リコです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックを、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 アップル、スポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで今夜もあなたに「リンクリック」と検索してフォローをお願いします。ポッッドキャストもリリンクリック,リンク,リック